今日は後藤祐樹ご夫妻にお越しいただきました。奥様はリモートで参加していただいております。お久しぶりです。半年ぶりにまたお会いできてありがとうございます。しかも奥様まで参加していただくありがとうございます。よろしくお願いします。向き合いました。30秒以内で蹴りをつけると語っていましたが、さあどうだ、近く。そもそもお二人はどうやって出会われたんですか？僕たちはですね、はい、テレビに出てる姉がいるんですけども、はいはい、姉がいるんですけどごまきさんですね。旦那様がもともと僕の妻の先輩なんですよ、はいはい、それで地元の仲間内で、はい、誕生日会をやってるところに、はい、僕がお呼ばれされて、はい、そこで知り合ったのが一番最初です、はい、第一印象、奥様どうだったんですか？ちょっとモテそうだなっていう印象ではありました。そうでしょうね後藤祐樹さんはどんな印象だったんですか？もう僕自身は、はい、もう一番最初にパッと会った時に、はい、僕の後輩と一緒にいたので、はい、単純になんかその後輩の奥さんなのかなっていう印象だったんですけど、はいはい、仲良くしゃべってたので、はい、なんかものすごく可愛い子だなっていう印象で、はい、座った席が妻の隣だったんですよ、はい、カラオケボックスだったんですけど、はい、なんかすごい気さくに話しかけてくれて、なんかこういう歌歌ってくださいとか、はい、どんな歌を歌ったんですか？僕はお姉さんの歌ですか？ゆずさんの夏色っていう歌なんですけど、はいはいはい、なんかこう会話をしながら、はい、なんかすごく気さくで話しやすい子だなっていうのが、はい、第一印象でしたね。千鶴奥様は後藤祐樹さんがごまきさんの弟さんだって分かってたわけですか？あ、知ってます。ただ初めて会ったので、はい、同じ地元には住んでたんですけど、初めて会ったので、はい、あ、こんな人なんだっていう感じでしたね、うん、こんな人とは近くで、見るっていうのが想定してなくて、はい、すぐにこう、なんていうんですかね、あの来ると思ってなくって、いきなり来たのでこんなこうタイミングで会えるんだっていうのはちょっと思いました、はい、いつからお付き合いが始まって結婚まで行ったんですか？そうですね、もうカラオケボックスで知り合ってから約1ヶ月ちょっとぐらいですかね、はい、なんか連絡お互いこう取り合ってる中で、はい、何回かこうデートを重ねて正式にお付き合いして、でお付き合いしてからはちょうど丸々2年ぐらいですね。奥様と結婚しようと思われたのはいつですか？はい、出会ってからもうそれこそ、まあ、妻の方からは逆に付き合ってる最中に早く結婚したいっていうことをおっしゃっていただいてたんですけど、はいはい、まあ、僕は本当に付き合って1年半ぐらいですとか、はい、それの時になんかやっぱりものすごく性格も優しいですし、はい、何よりその自分のことに対してものすごくこう真剣に、怒ってくれたりですとか、はいはい、なんかそういう人ってなんかこう今までいなかったのかなって思ったので、なんかすごく自分に今までなかった人だったので、はい、こういう人とやっぱちょっと結婚したいなっていうふうに率直に思いました、はいはい、奥様は、後藤祐樹さんの起こした事件ご存知でした？最初から最初からはあんまりは知らなかったですね、はい、まあ、捕まったっていうことは知ってたんですけど、はい、何でっていうのは知らなかったです。いつ知ったんですか？付き合ってから知りました、はい、何でっていうのは説明された、はい、そうですそうです、はい、説明しました、はい、そしたら説明を受けた絵、はい、どう思いました？ただまあ私が出会ったのがもう捕まって、はい、もう何年か入って出てきた後だったので、はいはい、私的にはそんなにこう思いを置いて考えなかったです。ちゃんと罪をなったっていうのもありますんで、はい、そこに関してはあまり考えなかったです。ご家族の方も大丈夫だったんですか？そうですね、あの何かこう反対っていう意見は全くなかったです。じゃあ順調に結婚まで、はい、2年間だけはちゃんと付き合いなさいっていうのを言われました。どなたからですか？父からです。それはどういう理由からですか？ちゃんとこう多分恋愛を成就させてからっていうことだった、はい。で後藤祐樹さんは、はい、いつから奥様の実家の方で働くようになるんですか？
僕はそれこそ妻と結婚して、はい、ちょうどですね今、はい、住んでる千葉県の方に引っ越しをするタイミングですね、はいはい、そのタイミングで、はい、妻の父親の会社に入社した形です、はい、それは義理のお父さんから言われた以前からそうですねお付き合いしてる最中に、はい、何回かこううちの会社入らないかっていう声かけはしていただいてたので、はい、それでちょうど結婚とその新居引っ越しのタイミングで、はい、入社いたしました。じゃあ最近の話に移したいと思うんですけども、はい、朝倉美樹さん1000万、はい、この企画、はい、どうしてやろうと思ったんですか。もう僕自身がですね、もともとその出場させていただく理由がちょっと2つあるんですけども、はいはい、もともとこちらの首の入れ墨が、はい、入れ墨が10代の時に入れたんですけども、はい、大きいですよね。でこの入れ墨を入れた時っていうのはちょっともう本当に深い意味とか何もなく、はい、ただそう自暴自棄だった時に、こうなんとなく目立つところに入れちゃえみたいな感じで一番目立ちますね、入れてしまったの で、はい、でこの首の入れ墨をその僕が刑務所入っているところに母親からずっと消してほしいって言われてましたので、はい、その母親が亡くなる前にその必ず消すっていう約束をしたので、はい、その入れ墨を消すためにまずはその朝倉さんの企画に応募したっていうこと、はい、あとはまあ僕自身が今35歳になったんですけども、はい、35歳というのは今のうちにこう体がまだまだ動くうちに何かその大きなことにこう熱中してチャレンジをこうしてみたいっていう気持ちが単純にあったので、はい、その2つの理由からですね。奥様はこのことを聞いてどう思いました？やっぱ心配相談して決めたんですか、それとも決めてから奥様に言ったんですか？一応相談はしました、はい、でどう思いました？どうしてもやりたいっていうことだったので、はい、それをこう拒否するのはまあちょっと違うかなと思ったので、はい、まあやるなら頑張ってほしいなっていう方向で応援しました、トレーニングとか体鍛えるのとかやられたんですか？そうですね、何回か朝倉さんがですね、はい、怪我をされたりとか強くなったので、はい、こう延期という形にも何回かなったので、はいはい、それこそもう半年近いぐらいの期間をトレーニングして、はい、で僕の妻もちょっとなんかこうまだ試合に出場するっていうのがこう公に言えない時期もあったので、はい、その中でもこう毎日鶏肉メインの料理ですとか、はい、例えばホタテがすごくその筋トレにはいいって言って、はい、なんかそういうメニューをいろいろとこう考えてくれて、食事の面とかそういうところでもサポートしてくれてたので、はいはい、仕事をしながらトレーニングされてたんですか？そうですね、仕事して帰ってきてそれこそジムに行って、はい、で行けない時は自宅で筋トレ器具を買ったので、はい、それで自分で自重トレーニングして、はい、そういうふうにやってました。ご家族心配されませんでした？そうですね、なんか一応まあ姉ちゃんとかにもこう出場が決まった時とかも電話をして、なんて、まあ、今度朝倉さんのこういう企画があって、はいはい、試合に出れることになったんだよねみたいな話した時に、危ないからやめた方がいいんじゃないそんな感じで言われたんですけど、はい、まあ、でもせっかくのチャンスだから、はい、ちょっと試合に出てくるよって言って、はい、当日、はい、どんな気分で？全く緊張とかっていうのをしてなかったんですよ。そうですか、はい、それこそ試合が始まる直前ぐらいまで全く緊張っていうのはなかったんですけど、はい、でもやはりこう朝倉さんが目の前に、はい、どん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 自分の目の前にこう迫ってきた時に、なんかこうやっぱりご本人も言ってたんですけど、そのプロの格闘家、はい、ならではの殺気というか、そうなんですか。そういうのはすごかったですね、はいはい、奥様はどうやってその試合ご覧になってました？でもすごいよく頑張ったなって思いました。誇らしい気持ちでした。はい、傷ついた時にもう一緒にいたいような気持ちになったんでしょうか？あ、もう本当一刻も早く会いたいって思いました。大丈夫それだけですね、本当に大丈夫かどうか。はい、痛いですよね。そうですね、痛かったですね、もう本当に今だかつて経験したことないぐらいの痛みだったんで、はい、怖
こんなパンチ打てる人いるんだと思うぐらいの感覚でしたね。もう今は綺麗に治ったんですか？そうですね、今はもうあの内出血とかも収まりまして、はいはい、その日の夜なんか辛かったんじゃないですか？熱とか出たりするもんだと。そういうのは全くなかったんですけど、はい、とりあえずその試合が終わりまして、はい、病院に行って、はい、で家帰ってきたのがなんだかんだあのもう1時ぐらいだったんですよ、はいはい、でもうそれこそなんか朝からいろいろとこう動いてたので、もうすぐ僕自身は寝てしまったんですけど、なんか僕の妻はずっと寝る、まあ、僕が寝た後もなんかアイシングしてたり、はい、わあそうなんですか、はい、ちょっと心配でした。優しい。でも勝てるっていうふうには思いました。もうその気持ちでいかないと、はい、気持ち的に負けてしまうなっていうのがあったので、はい、もう勝つとか勝てるっていう気持ちを持って、はい、当日は臨みました。その当日に至るまで引き返したいみたいな思ったことはありますか？トレーニングしてる時が一番思ってましたね、はい、やっぱりそこまでもう自分自身追い込んで鍛えたこともあまりなかったので、はい、その中でその試合までの期間も結構長かったので、はい、途中でなんかこうモチベーションが保てなくなったりですとか、はいはい、そういう時にはちょっと心が折れそうになりましたね。あのさっきからちょっとチラチラっと見えてるですね、はい、ピットブル今どれだけワンちゃんいらっしゃいますか？今ワンちゃんが5匹います。散歩大変ですね。散歩大変です。今日も仕事終わって散歩行って、はい、すぐできたんですけど、はい、あどうもようこそ、はい、ありがとうございます。いいです、ね、そのワンちゃんの入れ墨を入れてらっしゃる。あ、そうです、そうです。その理由は何ですか？なんかそのワンちゃんをその、はい、あえてそのお腹に入れるっていうのは、はい、なんか自分がこういつでも見れる場所っていうのがまずお腹っていうのがありまして、はいはい、でなおかつそのワンちゃんを入れるっていうきっかけになったのが、はい、やっぱりワンちゃんというのは僕たち人間より先に亡くなってしまう生き物なの で、ね、まあ、その亡くなった後でも、はい、まあ、僕がこの世に生きている限り、はい、まあ、ずっと一緒にいれるっていう気持ちで入れました、はいはい、奥様はその入れ墨入れられたことは事後報告ですか？事前に受けました。どう思われました？反対は全くしなかったです。はい、やりたいことをやってほしいんじゃないんですけど、はい、価値観っていうのも全然違いますし、はい、それに対して何かを言おうとは思わなかったです。首の恋についてはどう思ってました？私が出会う前にもうすでに入れていたので、はい、そこに関しては私が出会った時から入ってたので、はい、それも特には思わなかったですね。メディアでまた注目を浴びたってのはどんなご気分ですか？賛否の声が、はい、本当にたくさんあるような状況なので、はい、でもそんな中でまたそのいろいろなメディアの方に注目していただいて、はい、その僕自身にこうフォーカスを当てていただいてたことっていうのはすごく率直に嬉しいですね、はいはい、また芸能界に戻りたいとか。そうですね、テレビにもし出れることがあればやっぱり僕自身もやっぱその気持ちはずっと持ってますので、はいはい。奥様はどうですか？自由にというか、はい、先生だなって思う時もあるんですよ。 YouTube とかやっていて、はいはいはい、なんでそういうところで花が開いたらいいなとは思ってます。一番の応援者ですね。そうですね、その家具屋さんに現金で300万円持ってて、はい、そのままそっくり全部使っちゃいました。すっごい豪快ですね。そうですね。